はようございます。どうもしょっぺんです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。本当に今リアル起きて30秒ぐらいしか経ってないんですけども、朝の5時ちょっと過ぎたところです。で、今日は今から大阪の方に向かいます。はい、なので今日も一日よろしくお願いいたします。今日開演ありがとうございます。切符をお受け取りください。東京駅を6時50分に出発のチケットを買ったんですけど、東京駅に今着いたのが6時31分なんですよね。だからちょっと早いんですけど、まあ、ゆっくりしてドリンクとか買ってゆっくり待ちます。これだ、いいっすね。サンフラワーズデイジーズンローズ It doesn't matter the day Your power's taking時の広場行きましょう。うわーすげー、大阪は本当何とっても縁になりますね。はい、無事に大阪に着くことができました。大阪の皆さんこんにちは。あ、もうこのスペースから大好きですよ僕は。あ、気持ちいい、すごいスッキリ空間です。もう待ち合わせまであと10分ぐらいしかないんですけど、ただ大阪に来たらここに行かなきゃっていうことで、はい、来ました。はい、ここです。なんかだいぶ工事が進んでますねって言ってもまだ基礎工事始めましたぐらいの感じなんですけど、まあでもこれこの向こうまでズドーンという景色、これはちょっと視聴者のあなたにお見せしたかったんですよ。うわ、この見晴らし最高、めちゃくちゃすっきりしますね。あ、ちなみにここにいるあの緑のなんか上向いて座ってるあれは何ですか？ちょっと知ってる方いたら教えてください。あれなんか可愛いですね。新宿だったり東京だったり池袋歩いてる時にもう秋葉原とか歩いてる時にもう毎回おー、まあ俺が早いのは悪いんだろうけど、でもちょっとストレス溜まっちゃうななんていう風に思ってるわけなんですけど、大阪に来るとみんな歩くの早いんで、てかまあ僕ともなんか同じ速度の速さなんで、いやー大阪歩きやすいっすね。でもそれだけでもうこっち進みたいっていう気がします。ありがとうございます。お久しぶりです。今朝の11時ですけど人がほとんどいないです。いいなよ。ここもなんか地下街ですね。広いな。 A 文字、あ、これ大阪と関係ない。まあ、こういうの食べられます？みんな苦手なもんないです？僕全然ないですね。全然ないです。はい、じゃあこっちちょ行ってみましょう。はい、そうです、そうです。よいしょ。木村さんでかいな。はい、やっぱりマイペースですね。もちろんマイペースで、いやいいですね。あ、美味しそう。で、これ何定食ですか？これは、何でしょう。オラン、なんか読めないです。これがなんかオランなんとかですか？なんか分かんないです。でも今日はマグロのなんかって言うんでしょう。こっちですね。すごい高そうな壺がいっぱい置いております。ごちそうさまです。じゃあ次に移動します。何がすごいってここにすごい古そうな、なんかなんですか、模型ですか、船の模型みたいなのがあります。っていう。なるほど。梅田からちょっとまあいろんなところもあって、北新地とかもあって、でまたこちらに戻ってきました。今からじゃあ京都の方に向かいたいと思います。ちなみにここどこ走ってるんですか？これはですね、ここ本当ナンバーパークスとかですね、ここ右側が。何パークスですか？ナンバーパークス、ね、ナンバーパークス。はい、ここがあのナンバーの駅なんですね。I see the town lights
in your brown eyes. And every time you're with me, I'm loving it. I like my cigarette, and I don't regret the time I spend with you. ここは市場っていうところですね。なんか若干曇りがかってるんで、人は少なめですけども、こういうところに来るとすごい旅行気分を味わいます。こんにちは。わーお、わーめっちゃうまそう。じゃあ同じやつで、チョコレートラテアイスのライスサイズで。はい、わーうまそう。これナナズグリーンティー、知ってる人いますか？ナナズグリーンティー、行きましょう。アイス、お疲れ様です。はい、もちろんです。おー、可愛らしいですね。で、いいとこあったんですよ。で、本当に旅行に来たんだか仕事に来たんだか分かんないみたいな。うわ、雰囲気最高ですね。たまらんわ。あー、うまそう。あ、うまそう。あのかぼちゃ漬けとかちょっと食べてみたいですね。もうたまらんわ。 ありがとうございます。わー、ありがとうございます。わー、嬉しい。いや、お漬物のプレゼントとか超おしゃれじゃないですか。いやいやいや、かぼちゃとか聞いたことないです。あー、かぼちゃ漬けですね。確かに聞いたことないです。あー、楽しかった。京都ももう終わりですね。あっという間に時間経ってしまいました。ちなみにあなたはなんか京都のおすすめとかありますか？なんか僕全然その京都のこととか大阪のことも全然分かってないんで、もしなんかおすすめスポットだったら教えてください。はい、ということで一人になって今京都駅に着きました。今から帰ります。